フランコセミオーリは、イタリアチリエ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。トリノカルチョの下部組織でサッカーを学び、サレルニターナカルチョで活躍した後、ファビオ・ガランテとのトレードで、インテルナツヨナーレ・ミラノに加入。すぐにレンタルに出され、テルナーナカルチョや、ビチェンツァカルチョといった、プロビンチャのクラブでキャリアを積んだ。 結局、インテルでのプレイが叶わぬまま、ルシアーの獲得の取引の一部として AC ・キエーボ、ベローナへ共同保有の形で移籍。その後、ジュリオ・セイザル獲得の取引の一部として、キエーボへ完全移籍。キエーボ在籍時は、チームのエースとして活躍し、イタリア代表に招集された。2007年7月に、アッコフ・フィオレンティーナに移籍した。移籍後は、 レギュラーの座を手にすることは叶わなかった。その後2009年9月に在籍2年で UC サンプドリアに移籍。2014から15シーズンよりセリエ D の ASD キエリカルチョ1955でプレーし2016年6月3日に現役引退を表明。クラブのユースでコーチを務めることとなった。2006年8月16日のクロアチア戦で代表デビュー。 ありがとうございます。